FM 草津が入る街中交流施設、草津夢本人株式会社 FM 草津は、滋賀県草津市、大津市、立東市、森山市の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者であるロケッツ785の愛称でコミュニティ放送をしている。滋賀県では4局目となるコミュニティ放送局でロゴマークは、 勢いよく飛び出したいとして、ロケットをモチーフとしている。受信範囲は、草津市、大津市、森山市、立東市の各一部の、計68,268世帯。そのうち、草津市は49,144世帯。草津市の街中交流施設、草津夢本人に、本社、スタジオ、送信所、草津市役所の屋上に置く。 24時間放送を行っている。ただし、日曜深夜0時5時は休止。開局当初、自社制作率は比較的高く、その大半は自社運営のアナウンススクール事構生が番組パーソナリティを務めていた。改編ごとに全体の自社制作率は減少し、自社制作の生放送番組は平日の朝と夕方に集約されている。草津市は、 広報番組に関する費用は支払うが、それ以外での運営支援は行わず、収益源は、草津市の広報費を含む CM、および、話し方講座や、アナウンススクールなどの FM 草津が主催する、各種講座の受講料である。災害発生時には、草津市危機管理室及び、湖南広域消防局からの割り込み放送が可能で、緊急防災情報を発信する。従前は、 防災無線でしか受信できなかった緊急情報が一般のラジオでも聞けるほか、緊急地震速報の自動割り込み装置の導入も検討されている。毎月17日午前9時には災害訓練放送を行う参考文献 FM 草津ロケッツ7 8十も番組大枠。ありがとうございます。